今回の問題、 VTP はドメイン単位で何々の情報を同期する、ドメインは大文字小文字を区別するもしくはしない、何々を設定すると VTP はよりセキュアになる。 VTP のドメインモードは3つです。サーバー、クライアント、トランスペアレント、それぞれ何ができるかもしくは何ができないのか丸か×で答えてください。それでは少し考えてみてください。はい、それでは答えを発表します。答えはこちらです。それでは今回は VTP のドメインと動作モードについて一緒に勉強していきましょう。始めます。お世話になっておりますマサルです。前回 VTP の基本を一緒に勉強しました。 VTP は VLAN トランキングプロトコルの略で、 Cisco 独自のプロトコルです。トランクリンクを使って VLAN データベースの情報を各スイッチ間で同期することができます。 VTP はとても便利なんですが、どんなスイッチとも同期をしてしまうと困りますよね。同期できる範囲を制限したい場合が出てきます。そこで VTP はドメインという範囲を使って同期する範囲を制御しています。例を挙げてみます。左側のスイッチは VTP ドメイン A に属しています。右側のスイッチは VTP ドメイン B に属しています。 VTP はドメイン名が一致する範囲で同期をしようとします。ドメインが違えばドメインを超えて VTP を使った VLAN 情報の同期がされることはありません。なので新しいスイッチを追加して VTP を使って VLAN 情報を同期させたい場合は、同期させたい VTP のドメインを指定する必要があります。ドメイン A と同期をさせたければ、このように VTP ドメイン A と指定してあげます。このように設定すればドメイン A に参加することができます。ただドメイン名の一致だけでドメインに参加させてしまうのはセキュリティ的に良くないという考え方もあります。そのような場合は VTP ドメインにパスワードを設定することができます。パスワードを設定すればドメイン名と VTP のパスワード、この2つが一致した時にドメインに参加できるようになります。さらに VTP ドメイン内では3つのモードを使ってさらに細かく VTP を制御することができます。3つのモードとは、サーバーモード、クライアントモード、トランスペアレントモードです。1つずつ見ていきましょう。まずはサーバーモードです。サーバーモードでは VLAN の作成、削除、変更することができます。そして VTP のアドバタイズメントを送信するという特徴があります。アドバタイズメントというのは情報を広めることを言います。ドメイン内の他のスイッチに対して自分の設定こうなってますよと情報を広めます。もし他のスイッチからアドバタイズメントを受け取ったら、その情報の中身を見て自分より新しい情報であれば VLAN 情報を更新します。この時の情報が新しい新しくないというのはリビジョン番号というものを使うのですが、リビジョン番号については次回の動画でお話しさせていただきます。次はクライアントモードを見ていきましょう。クライアントモードでは VLAN の作成、削除、変更、このようなことをすることができません。どのスイッチでも好き勝手に VLAN 情報を変更しようとするとドメイン内の VLAN 情報が混乱することがあるので、あらかじめ VLAN を作成、削除、変更することができるスイッチを限定しておきます。なのでクライアントモードで VLAN を作ろうとすると作れないということなんですね。クライアントモードの場合はサーバーモードのスイッチが送ってきた VLAN 情報に対して同期を行うのが主な役割です。なので自分自身の設定情報をアドバタイズメントすることもありません。自分の設定をアドバタイズメントすることはないんですが、もしサーバーからアドバタイズメントを受信すれば、その後ろにアドバタイズメントを必要とするスイッチがある可能性があるので、トランクリンクを使ってアドバタイズメント自体は転送します。自分自身ではアドバタイズメントを作って送ることはないんですが、アドバタイズメントを受信した時にはアドバタイズメントの転送は行うということです。次はトランスペアレントモードです。トランスペアレントモードは VLAN の作成、削除、変更をすることができます。ただこのような作成、変更をしたとしても、その情報をアドバタイズメントすることはありません。そしてもし他のスイッチからアドバタイズメントが届いたとしても、その情報とは同期をしません。自分のことは自分で決める、一匹狼みたいな感じですね。ただトランスペアレントモードの場合も、
クライアントモードと同じようにアドバタイズメントを受信した場合は他のスイッチがアドバタイズメントを必要とする場合があるのでアドバタイズメント自体の転送は行います。それではここまで勉強した内容、ドメインとモードの動きについてパケットトレーサーを使って学習してみたいと思います。パケットトレーサーに移動します。ではパケットトレーサーを使ってまずは VTP ドメインの設定からやっていきたいと思います。スイッチ0からスイッチ2のドメインは CCNA にしたいと思います。スイッチ3は VTP ドメイン CCNA です。あれ、 CCNA と CCNA 同じだなと思ったかもしれませんが、大文字と小文字に注目してください。こちらは大文字、こちらは小文字ですね。ドメイン名は大文字と小文字を区別しますので、ここはしっかり注意しましょう。なので文字としては CCNA で一緒なんですが、大文字の CCNA と小文字の CCNA は別のドメインということになります。今回の例を使って大文字と小文字を区別していますよということも一緒に勉強していきたいと思います。それでは作業を始めていきます。まずはこちらのスイッチを大文字の CCNA のドメインに参加させます。まずはスイッチ0からドメインを設定していきます。 VTP ドメイン大文字の CCNA で設定します。では次にスイッチ1の VTP ドメインも同じように設定していきます。スイッチ1で VTP ドメイン CCNA を入力します。はい、するとドメインネーム CCNA はすでに存在していますよというメッセージが出てきています。実はスイッチはデフォルトでサーバーモードで動いているので、スイッチ0で CCNA というドメインを作った時に勝手に同期をしてしまうんですね。なのでスイッチ0で作ったドメイン CCNA という情報もすでに同期している状態なんですね。スイッチで show VTP ステータスと入力すると所属しているドメインの名前を確認することができます。スイッチ1で show VTP ステータスを入力するとこのようにドメイン名が CCNA になっていることが確認できましたね。同じようにスイッチ2も確認しておきましょう。スイッチ2の show VTP ステータスの実行結果がこちらです。こちらも同じように VTP ドメインネームに CCNA と入っていますね。しっかり同期ができています。ただ実行するタイミングによってはおそらくここのところが空欄になっている方もいると思います。この VTP のアドバタイズメントは5分に1回送られているものなので、5分経っていない場合はここが空欄になっている人がいると思います。5分経つとこのように同期して CCNA と出てくるようになると思うので、もしお時間あれば5分間待ってみてここが変わることを確認してみてください。では次にスイッチ3の状態も見てみたいと思います。スイッチ3の show VTP ステータスの結果がこちらです。こちらもドメイン名が CCNA 大文字になってますね。こちらも同じように5分間経たないと更新されないので、もしまだ空欄の方は CCNA に変わるまで少し時間を待ってみてください。では各スイッチが VTP を使ってVTP ドメイン大文字 CCNA に今所属しています。ただこの状態だと全てのスイッチが大文字の CCNA のドメインに入っていることになるので、スイッチ3だけは小文字の CCNA にドメインも変更しておきましょう。スイッチ3で VTP ドメイン小文字 CCNA と入力します。大文字の CCNA から小文字の CCNA にドメイン名が変更されました。このようにドメイン名は大文字と小文字を区別しますので、ここは注意しておきましょう。ちなみにドメイン名が違うとこのようなエラーメッセージも出てきますね。ドメイン名がミスマッチしてますよというエラーメッセージでドメイン名の不一致をお知らせしてくれます。ではこの状態でドメインごとに VLAN 情報が同期される動きを見てみたいと思います。スイッチ0で VLAN10 を作ってスイッチ1、スイッチ2では VLAN10 が同期して、スイッチ3では VLAN10 が同期しない、このような動きを見てみたいと思います。スイッチ0で VLAN10 を作ります。ではスイッチ0で VLAN10 作ります。はい、 VLAN10 ができました。念のため show VLAN ブリーフで VLAN の状況を見てみましょう。スイッチ0の show VLAN ブリーフの結果です。 VLAN10 できてますね。ではこの VLAN10 ができたという情報が同期されていくのか見てみたいと思います。スイッチ1で show VLAN ブリーフを見ておきましょう。スイッチ1の show VLAN ブリーフです。 VLAN10 できています。スイッチ2の show VLAN ブリーフです。 VLAN10 できています。最後小文字 CCNA のドメインに入っているスイッチ3の show VLAN ブリーフの実行結果も見ておきます。スイッチ3の show VLAN ブリーフの結果です。 VLAN10 できてませんね。このようにドメインを使って同期する範囲を制限することができていることが分かったと思います。ではドメインの働きを見てもらったところで、次は VTP の動作モードについて一緒に見ていきたいと思います。
動作モードは3つですね。サーバーモード、トランスペアレントモード、クライアントモード。それぞれのモードの動きを見ていきます。それぞれのスイッチを VTP ドメイン、大文字の CCNA に参加させて、トランクリンクで接続し、スイッチ4はサーバーモード、スイッチ5はトランスペアレントモード、スイッチ6はクライアントモードで動かしてみたいと思います。まずは復習でそれぞれのスイッチを VTP ドメイン、大文字の CCNA に参加させましょう。スイッチ4で VTP ドメイン大文字 CCNA を実行します。はい、 CCNA に参加しました。まだそれぞれモードは設定していないので、すべてデフォルトのサーバーモードで動いている状態です。今一つのスイッチで VTP ドメインに参加したので、その情報が同期されていくはずです。スイッチ5で同期されて VTP ドメインの名前が CCNA に変わっています。スイッチ6でも同じように一定時間経過するとドメイン名が CCNA に変わっているはずです。ちなみに5分間待てないよという人はシミュレーションモードを立ち上げて、フィルターが VTP になっていることを確認して時間を進めてあげると、 VTP が必要な通信が表示されて5分間待たなくても勝手に通信されるようになります。これも便利なので使ってみてください。では全てのスイッチが VTP ドメイン CCNA 大文字に参加しています。それではここからが本題で、それぞれのスイッチに VTP の動作モードを設定していきます。スイッチ4はサーバーモードです。 VTP モードサーバーと入力してあげましょう。はい、デバイスモードはすでに VTP サーバーですよといったメッセージが出てきています。デフォルトでサーバーモードなので、すでにサーバーモードで動いてますよというメッセージが出てきてますね。ではスイッチ5はトランスペアレントモードにします。スイッチ5で VTP モードトランスペアレントです。はい、トランスペアレントモードに移行しました。スイッチ6はクライアントモードにしておきましょう。スイッチ6で VTP モードクライアント実行します。クライアントモードになりました。はい、設定が完了しました。すべてのスイッチが VTP ドメイン大文字 CCNA に参加していて、動作モードだけ違う状態です。ではサーバーモードのスイッチ4で VLAN10 を作って、どのような動きに違いが出てくるのか見てみたいと思います。サーバーモードのスイッチ4で VLAN10 を作ります。今回は名前もつけておきましょう。セールスと名前をつけておくことにします。では今作った VLAN が動作モードによってどのように同期していくのか見ていきたいと思います。トランスペアレントモードは VLAN の設定を同期しません。なので VTP のアドバタイズメントが届いても自分自身は同期をしないということですね。同期はしないんですが、他のスイッチがアドバタイズメントを必要としている可能性はありますので、トランクリンクからアドバタイズメントを転送してあげます。そして VTP アドバタイズメントを受け取ったクライアントは VLAN の設定を同期します。なのでアドバタイズメントを受け取ったら同期をするということですね。ではこの2つのスイッチの同期の状態を見てみましょう。スイッチ5は VLAN10 ができているでしょうか。はい、スイッチ5ではトランスペアレントモードなので VLAN10 できていませんね。同期をしていないということです。そしてこちらがスイッチ6の小 VLAN ブリーフの実行結果です。 VLAN10 セールスでしっかり同期できてますね。このように動作モードをうまく使ってドメイン内でもVTP の働きを制御することができます。最後にクライアントモードで VLAN が作成できないことも確認しておきましょう。クライアントモードのスイッチで VLAN20 を作成しようとします。するとクライアントモードなので VLAN を作れませんよといったメッセージが出てきて、 VLAN20 が作れません。 VLAN を作ったり削除したり変更したりできるのはサーバーモードのスイッチとトランスペアレントモードのスイッチなので、ここもしっかり覚えておきましょう。それでは今回は VTP のドメインとそれぞれの動作モードについて一緒に勉強しました。実習以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。それでは冒頭の問題の答え合わせを最後にやっておきましょう。VTP はドメイン単位で VLAN 情報を同期することができます。ドメインは大文字と小文字を区別しますので、しっかりここは合わせるようにしましょう。そしてパスワードを設定することで VTP のドメインの参加条件が厳しくなって、よりセキュアになります。 VTP の動作モードは3つです。サーバーモード、クライアントモード、トランスペアレントモード。それぞれの特徴もしっかり覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。